の玉城デイジと申します。このような準備は本当にありがとうございます。先日4月の20日から23日にかけてわずか2日半でしたが、アメリカに単身乗り込んでいき、多くの議員の人の皆さん、議員本人、そしてシンクタンクの方々、沖縄の生の声をぶつけてまいりました。小長健知事も来週、再週、訪米する予定を立て、先立っては記者クラブ、それから職員協会で、その思いの先をしっかりメディアの皆さんにも伝えたと思います。私がアメリカに行って伝えたかったこと、それは、あなた方の国が戦後、日本に民主主義を根付かせようとしたんだ。あなたたちは民主主義を根付かせようとして、海外に行って武力で民主主義を押し付けようとしてるじゃないか。我々はその民主主義、平和な民主主義にのっとって、メロコに新規といらないと言っている。それは皆さんが受け止めることができるのかと言いに行ったんです。当たり前のことなんです。これこそ正義です。私たちはその正義の民主主義をアメリカという国の政府にも、日本という国の政府にも頼るべきではありません。だからこそ皆さんお一人お一人のこの熱意と決意と微笑みが大切なんです。硬い岩はハンマーで叩けばいつか壊れてしまう、割れてしまう。しかし柔らかく柔らかく柔軟にしなやかにしなおうとする柳や木の葉はどんなに強風が吹いてもその風に負けることはないんです。だからこそ硬い意志と柔らかい連帯を持って多くの方々にこれは正しい戦いなんだよということを堂々と言ってほしいんです。選ばれる意志を暮らせない。戦後70年経っていまだに沖縄では土の中から遺骨が出てくる、不発弾が出てくる。この責任はあなたたちが負っている一方の責任者ですよとアメリカの方々に言ったら、彼らもそれを認めますと言うんです。だから我々は真っ当なことをしっかりしてほしい。政府に頼らない本当に目覚めた多くの皆さん、国民の皆さんと一緒に沖縄はアイデンティティで連帯して頑張っていきたい。